えー、今日の話は「売れる人がやっているたった4つの繁盛の法則」というですね笹生則さんの本の中から同盟の題で書きました、えー、令和2年の国勢調査によると日本の世帯数を約5,345万人。 それらを主な世帯の種類で分け、大いじゅに並べてみると次のような数と割合になります。単独世帯が34.6、ファミリー世帯、まあ夫と子供もですね、これが26.9、夫婦のみの世帯が20.1、一人親と子供の世帯が8.9と。かつて日本の標準世帯は夫と夫婦と子供で構成される核家族、いわゆるニューファミリーと呼ばれる世帯でした。 だから商品やサービスの多くはニューファミリー層を世帯を対象としたものが中心だったんですねだからまあファミリーレストランなんていうのもできたわけですしかし今世紀初めに主役の座を単独世帯に譲って以来その差は広がり続けています2050年には世世帯帯の約4割がが単独世帯となりお一人様社会が到来しますこの時求められる商品やサービスはさらに変化していくことでしょう 単独世帯の内実はどうでしょう急速に高齢化が進展しています2045年にはついに単独世帯の半数以上をですね高齢者が占める時代を迎えますそして、えー、全世帯の約4分の1が単独世帯、えー、者という高齢者の単独世帯という時代が目前に迫っています まあ少子化や高齢化による配偶者の死別など、単独高齢者が増える原因はいくつかあります。特筆すべきは、50歳の時点で一度も結婚したことがない人の割合を示す生涯未婚率の増加です。2020年現在では男性で26%、女性で17%となっており、2030年には男性で約30%。 女性で約23%になると国では予測していますこうした世帯分類の内実の変化もかつて経験したことのない未知の領域の出来事ですまあ、この時この成功法則はやはり適用しません自らの飽きないと仕事を社会の環境の変化に合わせて確信させていかなければ未来は閉ざされるでしょう そしてこの表題の本の表題にあるように4つの繁盛の法則というのがあるんですがそれを4つの P のことですね1つはストーリーリッチプロダクト物語性豊かな商品商品には物語性ストーリー性がなきゃだめだということですね2番目がフィロソフィー哲学理念これは商品にも哲学理念が必要だとそして3番目がパーソナリティ個性人柄が必要だ そして最後はプロミス、約束、絆が大事だという話です。もともとの 4P というのはあるんですが、この新しい 4P が必要だということです。じゃあ今日これで終わります。